アートフルは、アメリカ合衆国の競走馬、繁殖牝馬。1904年1905年の最優秀牝馬に選出された競走馬で、フューチュリティステークスでは、サイゾンビーに生涯唯一の敗北を与えた。1956年にアメリカ競馬殿堂入りを果たしている。1902年にウィリアム・コリンズ・ホイットニー所有のウェストベリーステーブルで生まれた牝馬である。ウィリアムは1904年2月2日に没するまでの生涯で26頭のステークス競走勝ち馬の所有者となった大馬主で、その死後しばらく彼の競馬資産はオーナーブリーダーのハーマン・B・デュリエに貸与されていた。アートフルもこの中に含まれており、デュリエの下でジョン・ロジャース調教師に預けられて競走馬となった。アートフルは1904年8月10日のサラトガ競馬場 5.5 ハロンの未勝利戦でデビューした。初戦では同級者のドリーマーに2着で敗れ、次の競争もまた同級者のプリンセスルパートの2着に終わった。この当時、勝ち馬申告制度というものが存在し、このデビュー時の2回の敗戦については、申告を守るためにわざと負けたと考えられている。アートフルの初戦について、Dairy Racing Form紙は、天才的一番性のアートフルは、終始ガチガチに固められていたが、おそらく簡単に勝てただろうと論評されている。この2戦の後、アートフルは、どの競争でも申告によって勝ちを除外されることはなくなった。それから11日後、アートフルが3戦目に出走した競走は、当時シープスヘッド米競馬場で行われていたアメリカ最大の競争フューチュリティステークスで、ここにはアートフルや同級者のターニャら17頭の競走馬が集まる中、その頃デビューから4連勝中のサイゾンビーが、単勝 2.5 倍の一番人気に支持されていた。この競争において、ジーン・ヒルデブランド騎手に乗られたアートフルは、サイゾンビーにぴったりつけて、道中を進め、残り1ハロンのところで、サイゾンビーが、まるで怒りを下ろしたかのように足が止まったその隙に、抜き去り、5馬身差をつけて、優勝、大金星で、初勝利とステークス競争勝ちを収めた。4日後のグレートフィリーステークスには、カナダの2歳牝馬チャンピオンであるオワソーや、未だ不敗の牝馬トラディションが顔を並べていたが、アートフルはその中でも、単勝 1.06 倍と圧倒的支持を受け、それに応えて、これらの競合を破り、その実力を確かなものと知らしめた。この時の単評には、アートフルは他と段違いだと評されている。その次に出走した10月5日のモリスパーク、競馬場のホワイトプレーンズハンデキャップが、同年の最終戦で、アートフルは2歳牝馬ながら130ポンドの金量を積まされていたが、29ポンド軽量のボバダンデライオンを2着に下し、なおかつダート6ハロン1分08秒の世界レコードを記録した。これらの実績により、後年、アートフルは、同年のアメリカ最優秀2歳牝馬に選出されている。同年の最終戦の後、デュリエが預かっていたウィリアム・ホイットニーの競馬資産が相続税のため競りにかけられることになり、アートフルもそこに上場された。この競りにおいて、アートフルはウィリアムの息子、ハリー・ペイン・ホイットニーに$10,000で落札された。この時、ターニャも$7,000でハリーに購入されている。明けて3歳シーズンの始動は遅く、6月28日のシープスヘッド米競馬場で行われた6ハロンの一般戦からで、ここを3馬身差で勝つと、5日後のナイター競馬でも2馬身差で勝利した。最後の競争として出走したのは1マイル 1.4 のブライトンハンデキャップであった。この競争には、当時の強豪牝馬、ベルデームや、前年のベルモントステークス優勝馬デリー、ローレンスリアライゼーションステークス優勝馬オートウェルズなどが出走しており、アートフルは唯一の3歳牝馬としての出走であった。レースが始まるとアートフルは最初の1ハロンで先頭に立ち、小さなリードを保って進めていったが、そこにオートウェルズが内側から競りかけてラチ沿いを奪おうとした。アートフルはその危機にぐんと伸びてラチ沿いを保ち、そのまま逃げ切って優勝した。これらの活躍から、後年、アートフルは、同年の最優秀3歳牝馬として選出された。ブライトンハンデキャップを最後に引退し、以後ホイットニー家の牧場で繁殖入りした。しかし、繁殖牝馬としての結果は、現役時代からは程遠く、生涯で出した3区は4頭で、うち3頭が勝ち上がったものの、ステークスを勝つ馬は出なかった。1927年、アートフルは25歳でこの世を去った。1956年、アメリカ競馬名誉の殿堂博物館は、その競争成績を評価し、アートフルを、殿堂馬の一頭として加えることを発表した。ありがとうございます。